余命数ヶ月ばかりの恋に点滴で不要する患者たち被害者の甘い期待を患い介護の機会をためらるドクター遊園など行方知らず道の病巣に付す患者たち発熱が死因されば早期に躊躇すべきだったと知る方か半 この心に穴が開いたくらいなのに、ただそれだけの違いなのに、あなたの背中に滲んでくる恋が枯れそうもないのはどうしてなの。病名は持ち腐れの恋に、さじ悩めを乞う患者たち。加害者の荒い治療に耐えない伴侶たる者はとさとるペシェント。赤い糸を固結び、故に首を絞め合う患者たち。呼吸ができないされどほどけない本心に半ズマ水にすがっている。ただ心の溝そっと痛くて、 美しい嘘に騙されて、絵に合わぬ花になり果てて、緩やかに迫る式ですら、フィナーレのように見違える。浅ましい夢に化かされて、憂いの夢に立てられて、息も絶えられぬ恋心、その死に目を綴った。病名は愛だった。病名は 病名は愛だった。 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 病名は愛だった。